がやっと分かったよ。闇のエルフは魂をそっとしておきたいけど、光のエルフは利用したいのか。一言で言うならそうじゃ。じゃあ悪者はどっち？そう単純ではない。首を突っ込むことでもな。これはエルフ同士の問題じゃ。前にここに来た時もそう言ったはずだ。そうだね。そうだったっけ。たくさん扉を作ったんだね。要塞化したか。じゃあな、闇のエルフに取り戻されたくなかったんじゃ。どっちもどっちだな。ありがとうよ。そっちからは祭壇には行けんぞ。分かっている。宝箱があったんだ。なあ、そういうこと。手貸してすまない。説明をさせるな。説明をさせるんだね。お父さん無口だから息子に殺生されてんだ。一回投資の奥にある大理石に届くな。うー、怒ってんだよ。せーの、同じこと言ってたけど、ね、息子優しい。来てよかった。戻るとするか。ちょうどいいでしょ。でもここの角度はちょうどいいか。後ろからじゃないってことですね。
わかりましたよ。はい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 、わかりました。見事だ。それでは登るとするか。やっぱこれはまずいぞ。芝生野郎がナイトメア。運動みたいな。こっちは。それで、お前さんのお気に入りの詩はどれなんじゃ？選ばねばダメか。ここは君らに任せる。Yeah!
さよなら。しゃあないだろう。向こう側で待っている。はい、お前どうやって移動してんの。どこ、あっちに。跳躍力。いけなかった。平気だよね。こちらから上に進もう。まだ早い。慣れてきたの。お前ら神殿を守るのは必死だな。僕たちのせい。あなたに神殿の護衛を使う。スバルタリクフールの敵じゃよ。闇の王だよね。光に旅立ったのかな。いいのか。こんなでかい宝箱、こんなちっちゃいやつだけど。来るぞ。すべきことをしろ。左にエルフが。やべ、遅かった。ああ、うるせえな。前も前作でもこいつ行ってくるから。
誰すべきことをしろ。オーブだ。武器を投げつけて。後ろじゃ。片方に隙を集中させて隙をつく作戦を取ってくれたこの白いエルフのくせに光のエルフのくせにしてないんだよ。壊し忘れたけどいいか。来るぞ。すべきことをしろ。エルフたちも身につけているようだ。そっか、結晶で橋を作りながら身につけられもするんだ。頭に。もうすぐだな、私が。ちゃんとなるのはいいね。こういうか。あやつも破壊行為の味を占めたようじゃな。じきに壺まで壊し始めるじゃろう。先に進むか。突っ込むね。あやつも破壊行為を楽しみ始めた。近づいてほら、上を見て。外より高く見える。下はこんな風になってたんだ。あそこ行ったね、さっき。はいはいはい。
上っす。お前さんはノルムに詳しいじゃん。ノルムを訪ねたのは遥か昔のことだ。どれかちゃんとやると また戦うのか。Thank you.
また戦うのか。やばい。後ろから来るぞ。全然。戦うのか。光の扉か。像の盾に黄昏の石があるけど角度が悪いね。エルフ同士の争いを止める方法はないの？常にこの地を去らなければ平和に続いて何もフレイだけのせいではなかろう。あやつが来る前から争いは始まっておった。だが大地を癒し戦を止める力があるのになぜ？あやつが決めたことじゃ。
愚かアルフヘイムからすればな。だがあやつにとってはそうとは限らん。結末はどうだって誰にでも歩む道を選ぶ権利はあるか。選択する権利はありません。それの白いことの人みたいなのはあまり見ないんだな。前にここに来たとき、闇の王を殺したんだ。残念だ。スバルタリックフールの身は暗示ではいたが。死ぬ間際に言われたんだ。僕らは悪者に手を貸した。そうか。ちょっと忘れちゃった。まあ、悪のダークウルフを倒すときはあるけど、ボス。傷ついた生き物の声が聞こえるか。聞こえるけど嵐の音かもしれない。後で調べるとしよう。隠された謎の予言を見つけることができたらな。ああ、これっぽいな。聞こえるね。あれ風の音かな。よし、中央の広間から上に行けるはず。あの光の扉を通り抜けられれば。エルデンリングだとあれで違う場所にワープするんだよな。変な方向向いてる。例えば私が手を貸そう。貸してじゃ。おい。角度は問題ない。そういうこと？助かる。何なりと。お礼も言えなくて。それでこれは？もしかしてこの裏からなんかどっかなる？はい、父上は抜かりないな。ありがとう。無限。何が無限なんじゃ。力、成長、野望か。曖昧だの無限。この言葉は光のエルフの言葉。この信条美しいものは聞こえているんでしょう。曖昧じゃの。
前ら外してんの。地球で一人で宝探しって言ってくれないからね。またやってるよって感じ。アルフヘイムの光、見事だな。聞こえない。どうした？前は母上の声がしたんだけど、もう聞こえない。彼女の魂は光と共にある。オーディンよりも遥か太古の存在と共に安らかに過ごしているのだ。だといいな。父上が光の中に入った。アルフヘイムの光に入っただと？そうだ。なのに焼き尽くされるどころか無傷で戻ってくるとは。教えてくれクレイトス、何を見た？誰にも教えるつもりはない。めちゃくちゃ忘れちゃった。だが一瞬の出来事だった。全然一瞬じゃなかった。閉じ込められたんだな。逆境に打ち勝ったアトレウスに救われた。信じがたい話だ。まあいい、三連街へ向かうとしよう。死んだかと思ったってやつだな。全然忘れちゃったし。グローアに会ったことあるの？幾度もな。彼女は絶えず幻影に悩まされ、会話するのさえ正直難しかった。どうしたの？声が聞こえた。母上はもういないよ。